カウター、あれどうなんだろうね。あ、売ってましたね、うん、これでグッチーはこっちか、あれこっち、こっちか。ドラゴンボールのスカウターが売ってたんで、うん、契約者の方はカードをお入れください。お、いや、すごい超うるさいんですけど、ちょっと鳴り終わった。いいよ、多分あとはもうレインボーブリッジを綺麗っていうぐらいっていう。普段使ってないナビだから分かりにくいの、どっちだろう。どっちっていうか、これ左にしか行けないか。左にしか行けないか。逆方向だな。逆方向ですね。スピーターンだね。これ右折。若干熱い。ああ、綺麗。あ、逆方向じゃないわ。これ普通に右折していけばいいわ。マジですか。綺麗。ちょっとだけチラって見えたの。観覧車。綺麗。ここで盛り上がるしかないっていうね。いや、もうニコ生とかでやってもしょうがないよ。そうっすか。でも来場者に対しての金額は多分ダントツでニコ生来ますよ。先ってさ、今 50m 走ってないじゃない。何たまに分かんないですよね。その先右方向です。壁にバグるし、バグるし、うん、右方向です。滑り台マジピークだった。滑り台がおそらくピークだった。やることやったでしょ。でもまあまあまあ、やれてないのかな。やれてるよね。なんとも言えないですけど。眠いんだよ。眠い。2時間ぐらいしか寝てないんだけど。マジっすか。だからもうこれ以上ね、実際、
やれないよね。今から片栗粉のやつやるのも地獄ですよね、本当に。あったところで。これ左。およそ300メートル先、左方向です。ターミナルを回って来た道を戻る。なるほど。違う来ると道ないんだ。よいしょ。すごい。すごい綺麗。すごい。ヴィーナスフォート綺麗。ここピークかな。いやまだレインボーブリッジあるからな。まだ最後の見どころが。これは右折で右方向です。これ向こう側じゃない、向こう側、向こう側。危ない。およそ分かりにくかった今。逆走するよ、今のとこ行ったら。今の分かりにくかった。これ どっちですか。まっすぐ。まっすぐ。で、さっきの、あの、渡ってきたとこを、そこに見せつける。要するに、この橋越えたら右。うん。いや今の危なかった今。いやびっくりした、完全に逆走して。いや今ちょっと逆走するかと思いました。なんか途中で証拠動画が残って。やばいっすね、警察に捕まるぐらいで。でも一応800人になったんですよ。600か。金馬祭の絵でもそんなもんなんだ。俺がもう飾ってるもん最近。